とパークヒルズホテルレジ朝食お願いします。はい、まず右手前はですね、からし明太子の小皿と、はい、お隣ですね、レンコンとピントキ人参の煮物を、はい、でこちら梅干し、紀州のちょっと梅を、果肉を楽しんでいただける梅干しで、はい、上の段に上がりまして釜揚げしらすと大根おろし、はい、すだちの香りとともに楽しんでいただきます。フルーツトマトと、こちらですね、金山寺味噌と蒸しアワビを合わせた小鉢、上の段に上がりまして、メカブとですね、あのわさびの葉と大根の葉をちょっと刻んで和えたものと、あとはもずく酢にこちら山芋の、はい、すり流しを少し、あとミニタケチクワとジャコの天ぷらをちょっと用意してございます。こちらで9種類は以上です。でこれはお作りですけども、はい、本日のお作りはマグロの焼き霜といいまして、ちょっと表面を炙って中は生の状態にしたお作りでございます、はい、サラダですけども、グリーンサラダにですね、あのご主人様には牛のたたきを、奥さんはちょっともう牛肉外させていただいたグリーンサラダです、はい、グリーンサラダにはこちらの自家製のドレッシングをかけて楽しんでいただきます。だし巻き、卵、だし巻き、温野菜、はい、で温野菜のこちら今日はですね、ちょっと和風のバーニャカウダソース、こちらの白いのが、おー、バーニャカウダ、はい、こちらをつけていただくとまたあのお味の変化が楽しめます。はい、でお豆腐はちょっと今日3種類のですね、冷ややっとになりまして、ピンクの色が桜の香りの風味付けしたお豆腐と、うっすら緑は枝豆の香り、枝豆、うん、はい、白いのがあのいわゆる通常絹ごし豆腐になります。手前のですね、特製のやっこのタレにつけて楽しんでください。はい、で先ほどおっしゃってたのが、これ銀だらの味噌漬け、はい、味噌漬けの焼き物に、はじかにと金柑もですね、ちょっとあの甘く煮込んだものを添えているので、ちょっとお味の変化がまた楽しみだと思います。でビーフシチューに、マッシュポテトの、はい、あとは人参と金さやですね。ありがとうございます。 ここには何をグリルする、あ このちくわもいいですし、海苔をちょっと炙ってご飯と一緒に楽しんでいただきますし、ちくわもじゃこ天もぜひちょっとこちらでも温めていただけると、ね、はい、あ、パーフェクト、説明ありがとうございました。勉強に、勉強になりました。好きなものをゆっくり楽しんでいただいて、はい、あの素敵な栄養補給をしていただけます。おかげさまでそうなりそうです。ありがとう、いただきます。あ、来た、はい、はい、しじみたっぷりのお味噌汁を今日は楽しんでいただきます。たっぷりですね、はい、だしも身の部分も両方楽しめます。そのしじみっていうのはその海の養殖でこういろいろこうあります。なんか海でここら辺養殖、海じゃないですよ、しじみ。あ、そうか、そうですね、しじみだ。川から、川から、そのちょっと塩水と混ざり合うところ、うんうん、そこで出荷さして、今日のはですね、宍道湖、あ、宍道湖ね、はい、島根県の、のしじみを、はい、使っておりますので、わかりました。はい、もう出汁に両方楽しんでください。はい、ました。こちら茶がゆでございます。茶がゆ、はい、はい、茶がゆでございます。出します。 And as a bonus, there's a rock garden with blooming cherry blossomsAt Naruto Park Hills Hotel Ridge in Naruto, Tokushima.